はい、どうも、カルヤンでございます。今回はですね、まあ前日の動画のね、一応続きみたいな感じにはなるんですけども、8月の上半期に買ってきた漫画の、100点満点の評価というね、まあ内容についてのレビューは、あるいは感想みたいな感じの、ね、動画になりますがね、今回はやりたいかなというふうに思います。いつも通りですね、新刊か、あるいは、まあ、新規の漫画、その両方ともを、まあ、100点までやったらどんぐらいの点数かなっていうのをね、それぞれの範囲内で、点数をつけるだけなんで、まあ、点数の基準とかもないですね。適当にね、こんな感くらいかなっていうような感覚でね、いつもそういう風につけてるだけなんでね。まあ言ってもね、僕個人のね、意見でしかないんでね、そこら辺はちょっとね、ご理解いただきたいかなというふうに思いますんでね。それでは早速ね、一作品ずつやっていこうかなというふうに思います。まず一作品目はですね、こちらでございます。進撃の巨人26巻でございます。こちら点数の方がですね、91点でございます。いやー、面白いですね。もう25巻から面白かったですけど、いざね、この人間同士の争い、そして人間と巨人対巨人みたいな、まあバトルがこんだけ多角的に見られると、それぞれの目線がやっぱり違ったものに見えてきてね、それぞれはね、それはほんとめちゃくちゃ見応えありましたね。新たなバトル要素というのをね、まあシーンもそうだし、それぞれのまあ思惑同士がぶつかると、ほんとね、やっぱ戦争スタイルになってからの進撃ってね、まあ抜群に面白いかなと思えたんですよね。こういう風な人たちがやっぱぶつかる理由、それぞれやっぱね、譲れないものがあるんかなっていうのは、信念もね、めちゃくちゃね、木彫りに見えてくるとね、なんかどっちもね、やっぱ、まあ、続いてほしいというかね、まあ本当その後の話とかでも、まあやっぱりね、手と手を取り合う日が来るのかっていう、そういったところもね、想像したくなるのが本当面白くなるんじゃないかっていうところもね、すごくね、進撃、めちゃくちゃ面白くなってると思いますね。特に25巻から、抜群にね、面白くなってんのは間違いないかなと思いますね。続きましては、こちらでございます。1日外出録班長の4巻でございます。こちら点数の方がですね、63点でございます。まあ、やっぱりね、いつも通りっていうところは、僕はね、全然面白いかなとは思ってたんですけど、まあ、逆にね、このスタイルが浸透してきているがゆえに、やっぱ、面白いものっていうか新しいものをちょっとね追い求めたくなっちゃいますね。まあなんかやっぱり4巻ってそんなに多くもないんですけど、こういう風なネタ系の漫画ってね、1話完結とかの、まあなんかやっぱりいつもと違うなんかっていうのをはっきり見えたくなるっていうのが、それがね1個が2個あるだけでもだいぶ変わってくるかなと思えるところでもあるんですよね。スタイルが確立してるんで、今後の展開っていうかね、今後の構想とかも、まあ一応ちょっとね、まだまだ変わっていくところもあるんかなって、そういったところではやっぱりね、楽しみではあるんですが、まあちょっとあんまり今回はね、変わらなすぎたなっていうくらいの感覚だったかなっていうかね、そういったところが、まあいつも通りすぎるっていうのが、僕自身はそこまでね、めちゃくちゃ面白いとまではいかなかったところだと思うんですけど、まあ元来のスタイルは維持しつつね、なんかいつもと違うようなところを少しでもね、今後は見たいかなというふうに思います。続きましてはこちらでございます。友達ゲームの12巻でございます。こちら点数の方がですね、37点でございます。いやーちょっとね、友達ゲーム、まあ11巻とかもね、まあ11巻よりもなんかね、加工してるかなっていうのがね、ちょっと僕の中で面白さがっていうのが、まあなんかもともとやっぱこういう漫画ってね、ゲームの面白さ、それぞれの内容の面白さってあったと思うんですけど、そこの内容自体もなんかあんま大したことないっていうかね、もうそもそもね、よくあるゲームっていうところをやってるっていうイメージが、まあめちゃくちゃ強かったなっていう印象でもあったし、そこの駆け引きっていうのも、なんかそんなすごいことしてるってイメージもなかったっすね。それがちょっとね、なんか見応え、もちろんそういったところも欠ける部分でも私物足りになって、印象にもなったところですかね。命を懸けてるバトルと比べたら、まあ、やっぱ緊張感っていうのは劣るけど、ほんとゲームの面白さってね、やっぱめちゃくちゃ必要かなっていうのは今回感じさせられたかなってところですかね。まあ毎回この漫画ね、大どんでん返しみたいなところが多いんで、13巻ぐらいにまた期待したいかなとは思うんですけども、ちょっとね、まあゲームのクオリティが落ちてきく考えっていうか、そういう風な傾向に、見えるのがものすごく残念というかね、今後そういったところがね、懸念されるところかなって、正直ね、思ったところでもありましたね。続きましてはこちらでございます。ルートエンドの、5番でございます。こちらの点数の方がですね、
まあ68点ですね。まあまあでもね、もっとこの漫画自体もやっぱり死体ってところが一番焦点当たったりっていうか、そこで一番ね、なんか衝撃的なシーンとして映す部分もあるんですけど、まあでもそれ以外もね、結構意外性な部分は、まあなんかちらほら見えてた部分は、僕自身も結構ね、驚かされたところもあったりとか、それはシンプルにね、面白いかなと思えてたところでもあったんですけど、推理をよくよく見ていく段階で、まあどういう風にやっぱりね、真相に近づいていくのかっていうのを、結構はっきり見えてくるのは僕は面白いかなと思うんですけど、この作品に関しては、まあやっぱそもそものナレーションというかリアクションとかってね、あんまりそういったところを、まあ、注視してないというか、ね、そんなにはっきり見せてくるわけでもないんですよね。まあ逆にそれは地道にね、推移というところを追っていくってスタイルではあるんですけど、まあなんかそこら辺のね、印象に残るシーンってほんと少なくて、うん、でもなんかそこをもうちゃんと推理してるっていうかね、まあなんかなんとなく進んでるんじゃないかなって感覚ではあるけど、うん、なんか次何しよう、次どうしようっていうのが、伏せていくところはまだいいんですけど、まあはっきり見えていくところは、なんか本当ね、めちゃくちゃ記憶に残るような感じに見せてくる ところはないかなっていうのがね、6巻以降でね、まだまだ、僕が予想できないようなシーンがどんどん出てくるとね、まあちょっとこの作品面白くなるかと思うんですが、まあ今回もそこら辺はあんまりね、期待してたことではなかったかなっていうのは、うん、まあ残念なところもありつつ、でもまあ正直ね、なんとなくどっかもう進んでいくんじゃないかなっていう匂わせるあたりは、うん、まだ今後の楽しみは残してるかなというふうに思いましたね。続きましてはこちらでございます。荒ぶる季節の乙女どもよの5巻でございます。こちら点数の方がですね、93点でございます。超面白い、もうめちゃくちゃ面白いですね。まあなんかいつものスタイルっていうか、やっぱ元来のこの作品のスタイルってやっぱ下水表現、エロいようなワードっていうのをね、まあそういったところに振り回されてるけど、でもやっぱ言い回しでちょっと面白くしたりとか、まあド直球な言い回しを伏せてっていうかね、そういったところを変えてきてね、ちょっと笑いにつなげるってところが、まあ一番そこは主流だったんですけど、そこをほぼほぼ封印して、なんかイベントでしっかりとしたその恋愛っていうところの分岐点っていうのを、まあうまくっていうか、本当ベタなやり方だと思うんですよね。まあしかも高校っていう設定で、高校で学園祭って言ったら絶対なんか恋愛的なところで動いてくるなって、絶対そういうところってまあ待ち構えてる部分って読者も絶対あると思うんですけど、まあそこをうまく利用したなって感覚はありましたね。5人っていう部員それぞれの恋愛模様っていうのも結構はっきり見せた部分もあったんで、それもそれでやっぱその展開の面白さっていうか、シンプルにどういう風に恋愛結んでいくのかっていうか、近づくのか、あるいはさ、まあ、遠のいていくのかっていうのも、それもやっぱ気になってたところでもあったんですけど、やっぱそれもそれでね、5人ともね、やっぱいろいろね、どうもどういう風になっていくのかっていうのもシンプルに描いてた部分は、やっぱり、元々の恋愛っていうところもシンプルに描くだけでも全然ね、普通に描ける、いや、普通以上にやっぱ、そういったところもね、描けるんだよっていうのがね、元来の設定が面白い分、オーソドックスにね、シンプルに恋愛ストーリーを描けるのも、まあ全然こういう風に描けるのもね、やっぱこういう風な作品というのをちょっとひねった作品描けてるのもね、まあそういう風なところもね、しっかり基本を押さえてるのは、まあめっちゃシンプルに僕はすごいかなというふうに思いましたね。続きましてはこちらでございます。矢面のエリーの3巻でございます。こちら点数の方がですね、76点でございます。まあでもやっぱり2巻でどんな漫画かっていうか、まあどんな漫画かはもちろん1巻から分かってたんですけど、どういう風なスタイルなんかっていうかな、そういったところを結構垣間見えたところが僕は面白くて、まあそっからね、やっぱいろんな果物とか野菜とかっていうのをね、栽培につながっていく部分だと思ったんですけど、今回ちょっと一つの、果物に注視してたっていうか、そこら辺だけでね、オンリーでね、まあそこらこだわってやってきたっていう部分から、まあ情報量はやっぱりこういう職業漫画っていうところでもしっかり出てたなと思えましたし、全然関係のないイベントとかにも実は借り出されることがあるみたいな、まあこれも仕事の一環なんだよみたいなのもね、それもそれでやっぱ、まあ仕事ってこういうものがあるんだよっていうのも知らしめられたところもあったし、うん、まあなんかそういったところもね、レクリエーション的な感覚でイベントとして楽しめる部分も、まあシンプルに面白かったなと思えた部分もありましたんでね、まだまだね、シビアな部分もね、結構見えてくるんでね、まあ職業漫画ってイコールシビアな部分っていうのも、まあちょっと直結してるかなと思うんです。そこら辺もちょっと基本は抑えてるかなと思うんでね、まあ2巻ほどではなかったんですけど、まあ
3巻でね、まあまだまだここら辺のね、野菜というか果物というところもね、まだちょっと情報量の多さはすごいんですけども、そこら辺はね、映像はあんまり印象に残るところは少ないかなと思ってたんで、まあちょっとね、今後はそういう風な、まだまだね、いろんな情報もちょっとね、見れれば、楽しめるかなというふうに思います。続きましては、こちらでございます。オタクに恋は難しいの6巻でございます。こちら、点数の方がですね、まあ42点ですかね。まあ僕自身はやっぱこの作品がね、一番楽しめるのはね、ネタっていうかね、やっぱオタクに関するような話というのを、結構ね、見れる部分は、まあなんかね、まあもうコメディーみたいな感じでね、楽しめる部分もあったかなと思ったんですけど、そこのネタ切り感はちょっと凄まじかったなという印象でしたかね。まあそのネタを抑えて、ラブストーリーっていうのを重視してたっていう部分が、今回はね、そういったところが多かったんですけど、別れる心配ってね、今全然ないっていうのが、そこら辺がね、なんか別にヒヤヒヤ感とかってほぼないし、なんかがあったとしても、もうそもそも付き合ってるし、そこをめちゃくちゃね、仲が悪くも見えないから、なんかもうめちゃくちゃ良好な関係を、さらに良好な関係にね、そこら辺ちょっと変化したとしても、まああまり変わりないと思うんですよね。そういった二人の関係って、もうほぼほぼ僕はね、完成形に近いようなカップルっていうか、もう社会人だからあとは結婚するだけじゃねみたいな感覚になってるぐらいなんでね、なんか恋愛的なストーリーは全く見たくないってわけでもないんですけど、でもまあめっちゃ売れてるんでね、まあ人気はまあ劣ってることはないんですが、やっぱラブストーリーじゃない、そういったところのストレートなラブストーリーよりもやっぱ、ネタ感覚でね、笑いを拾ってくるのも、まあ、この作品の面白いところかなと思うんで、そういったところを今後はね、期待しつつ、まあ、ラブストーリーもっと変化する可能性はないとは言えないんでね、そこもね、まあ、ちょっとは期待したいかなというふうに思います。続きましては、こちらでございます。ワンパンマンの17巻でございます。こちら、点数の方がですね、まあ、91点ですかね。いやー、やっぱめっちゃ面白いです。もう16巻もやっぱガローも面白かったし、まあ、ガローと戦う永久連合軍も面白かったし、まあ、あとは後から出てきたジェノスもね、まあ、ガローに引き出されてね、強さっていうところも、ジェノスこんな強かったかっていうのは、16巻で初めて知ったっていうのがね、まあ、今まで別にめちゃくちゃ強いっていうところが見れなかったわけでもないんですけど、まあ、そういったところのね、本当キャラクターたちの役割っていうのが、まあ、みんなやっぱしっかりしてましたね、今回に関しては。本当ヴィランもそうですし、ヒーローもそうですしね、ワンパンチで倒して、あ、すげえな、埼玉って思わせるのが、やっぱ今までがジェノスがすごく頑張ったけどっていうのがね、まあ、そこの役割は本当ね、やっぱ元来のスタイルはあるんですけど、まあ、なんかいろんな、敵とか、今回のね、敵キャラとかにもそうですけど、そこら辺がね、やっぱ強力になってきても、まあ、ジェノスも本当生きてるし、サイタンも生きてるし、まあ、一緒にいたバングとかね、そういったポンプとかもね、まあそこら辺もね、なんか本当いろんなキャラクター混じってきても、元来のワンパンマンスタイルは全然崩れないよっていうのが、なんかそこら辺がやっぱりね、改めてね、面白さ再認識させられたかなっていうところでしたかね。ガローに関してはね、多分今後そこら辺はね、まだまだ掘り下げてくるのは間違いないかなと思いますし、まあこのシリーズよくよく考えたらすごく長いんでね、まだまだ終わりも見えないっていうのはすごく楽しみな部分でもあるかなっていうところなんでね、まだまだヒーローいろんな部分が面白さ引き出されると思うんでね、そういったところはまあ基本バトルメインっていうかね、シンプルなバトルで面白さが引き出されると思うんですけど、そこもありつつやっぱりワンパンマンのスタイルはやっぱこういうことなんだよっていうのがね、そこもねやっぱ今後ね、まあ間違いなくそういったところ併用していくとね、ワンパンマンほんともっともっと面白くなるのは間違いないかなっていうふうに思いましたね。続きましてはこちらでございます。鬼滅の刃12巻でございます。こちら点数の方がですね、まあ、94点ですね。まあ、面白い。もう、めちゃくちゃ面白いですかね。上弦の鬼もそうだし、柱もそうなんですけど、やっぱキャラクターのボキャブラリーの豊富さは、本当抜きん出てるっていうか、ジャンプの中でもそこら辺は、なんか一番印象に残るポイントかもしれないですかね。まあ、なんかそこら辺の主要人物っていうか、すごくね、キーになるキャラクターは、まあ、当たり前なんかなと思うとこもあったし、そこだけじゃなくて、やっぱ、脇役とかも、なんかいろんな部分で、まあ笑いにつなげたり、そしてバトルにつなげたりとか、まあバトル以外のところでもね、いろいろ見せてきたりとかっていうのが、やっぱキャラの見せ方はちょっとね、今回が一番秀逸に見せられたかなと思いましたかね。結局はやっぱ主人公がね、関わってくるといろんなキャラクターも変わってくっていうのが、まあこの漫画はそういったところもあるとは思うんですけども、まあそういうふうなところもやっぱ主人公もね、いろんなキャラクターとぶつかっても、
まあ、自分の良さをかき消すこともなければ逆に相手に圧倒されるっていうのもあるんで、逆にそういうふうなやり取りもなんかどっちを見てもやっぱシンプルで面白いかなと思えるところでもありますんでね、まあなんかやっぱ本当にねそういったところを主要人物に頼りすぎないようなキャラクターの面白さを引き出す上では、いやーなんか特に12巻は際立ったかなっていうかね、まあいろんな人物が出てきたっていうのが一番のね、そういったところが垣間見えたポイントかなというふうに思ったところでもありましたんでね、まあこの新シリーズもね、まあほんとバトルが本格的に入ってくるとね、まだまだ面白いところは間違いなくね増えてくるかなと思うし、まあ逆にこの主要人物増えてくるとバトルにもどんどん活かされてくると思うんでね、すごくね今後の楽しみの多いかなっていうふうなところでしたかね。続きましてはこちらでございます。バララッシュ1巻でございます。こちら点数の方がですね、88点でございます。まあやっぱ面白いっすね。まあもともとちょっとね始まり方も僕も意外性があったなと思ってたんですよね。なんかプロの、アニメ監督と作画監督のまあいわゆるバディなんですね、コンビ。このコンビがまあどういう風に完成されたのか、もう二人の出会い、そしてプロへの道のりっていうのを描く作品というか、まあ過去を描く作品っていうところなんですけども、盆栽と天才っていうのはまあ、エオリーの書いてあるんですけど、そういうコンビなんで、その二人ってね、なんか、まあもともとやっぱり釣り合うのかなっていう風な感覚でもいったっていうところでもあったんですけど、やっぱ、盆栽がいなければ天才はこの世界にいれなかったし、この天才がいなければこの盆栽もまあやっぱこの世界にねまあいることっていうか、そもそも監督になれることは無理だったんじゃないかなっていうエピソードが、なんか本当お互いがお互いを助け合うストーリーっていうのがね、まあスプンプにそこら辺はなんかすごい面白いかなと思えた部分でしたかね。なんかどっちかに振り回されずにどっちかにこだわりすぎないっていうのが、やっぱりこのバディっていうようなところの中立というか均等に扱ってるあたりは、やっぱりねその天才に頼りすぎず、でも盆栽もやっぱり盆栽だけど、うん、なんか天才を導く上でもすごく必要なキーマンになっているというか、やっぱ導く人物として、めちゃくちゃしっかりとした必要性を出してるんですよね。そこら辺がやっぱりね本当釣り合うような感じになってるのがね、やっぱこの二人 だからこそこの映画が作れた、プロを目指したプロになれたっていうのが、まあまたそこら辺の説得力もすごく感じる部分もありましたかね。バディっていうのはやっぱコンビっていうのはね、どっちも輝いてないといけないし、どっちも二人にとってもお互いが必要である存在を作れないといけないのかっていうのが、それはやっぱオーソドックスなのかもしれないですけど、そういったところがしっかり描けてる分、やっぱりね過去っていうところも、なんかいろんなところでね、まあ面白さまだまだ見れるかなというのがすごくね楽しみかなというふうに思います。続きましてはこちらでございます。オーバーロード全10巻でございます。こちら点数の方がですね、まあ92点ですかね。まあこれも90点ですけど、やっぱそんだけめっちゃ面白いですね。まあなんか転生系の転生した理由っていうのもしっかりとした理由を作れてるっていうのもありましたし、その理由をものすごく引き出して引っ張ってというか、まあほんとそこら辺からですね、なんかキャラクターっていうか主人公はなぜここまで強いのかっていうような理由も僕自身はしっかりしている分、そこら辺の細かい設定も初期の段階で、しっかり埋め込まれてるからこそ今後にも絶対生かされてるなというふうに思えたところもありましたし、悪のヒーローっていうかね、まあそういったところの悪の帝王っていう表の顔と、そしてね、まあ裏の顔っていうところがね、自分の正体を隠しながら暗躍してるっていうのが、一般のそういったところの冒険者に紛れて、そういう生活してるっていう、この二面性というかね、表の顔裏の顔っていうそれぞれの目線で楽しめるっていうスタイルもめちゃくちゃ面白いですかね。それぞれがそれぞれでやっぱりね立ち回りも全然変わってくるし、一般の兵とかに紛れてね、まあほんと自分の正体を隠しながら、そういう風なところからね、いろいろ立ち回ってる姿も、なんかやっぱりね一つのことを目的っていうのはそれぞれ違うんですけど、まあやっぱりそこら辺もどっちも劣ることなくっていうか、どっちも面白さが際立っていることなく、やっぱそこら辺の安定感はね、まあなんかどっちのストーリー行ってもね、面白さは持続されてるなっていうのが、そこら辺が一番すごいところかなと思いましたかね。バトルっていうところもシンプルにね、強さをねここまで表現できるのかっていうのも、それもそれでね圧倒的な強さに魅了されるのもこの作品はね、まあ主人公だけじゃなくて進化の
まあ、そういうところね、部下もね、ほんとパワーバランスってえげつないんでね、そこら辺までを楽しめるのは間違いないかなと思いますんでね、まあ転生系っていうところでもちょっとね異質かなと思いましたし、やっぱね悪のヒーローっていうところもね、そこら辺が一番の醍醐味かなと思うんですけどもね、ちょっと気になった方はね、ぜひとも読んでいただきたいかなというふうに思います。そして今回最後になりますが、最後の作品はですね、こちらでございます。フラジャイルでございます。まあアフタヌーンで連載中の作品ではございますが、こちらね点数の方が、97点ですね。もう間違いなく面白い。もうこういう風なジャンル好きな人、そして、まあ期待してた人は間違いなく期待以上の出来なのは、まあそういったところはもうずっとそうですね。1巻から11巻までもう最初から最後まで、まあ最後ではないですけどまだ続いてますけどね、もうそこら辺はずっとね知識量情報量はまあ半端ないっていうのは、まあ僕は一番追い求めたっていう、そういったところで要求してた部分っていうか、まあちょっと偉そうな言い方なんですけども、そこら辺が一番見たい部分だったんでね、そこらもう必要以上に見せられたのは、まあ間違いなく面白いポイントかなっていうか、シンプルに楽しめるのは、そこら辺はね、間違いないかなと思ってたって部分でもあったんですけど、めちゃくちゃ意外性あったのは、まあこの病理医って職業っていうかね、まあ病院内の職業なの間違いないですけど、やっぱ皆さんがっていうか、僕もそうなんですけどもね、なんか一番触れ合ってるはずの臨床医、まあ外科医、内科医っていうところだと思うんですけど、そこら辺の職種の人たちが、すごくね、無能に見えてくるっていうか、すごく、なんか使えないような医者っていうのをね、なんかもうわざとってしか思えないですけど、そういう風なところをね、描くことによって、病理医の、まあ、主人公のね、岸先生とかもそうなんですけど、この人がいかに真剣にやっぱ病気に取り組んで、そこら辺から病確定診断をね、下すっていうのが、いやなんかやっぱそこら辺の説得力もそうなんですけど、やっぱもともとね、そういったところの、まあ暴力的な表現とか演出かなって勝手に思った部分でもありましたし、ここまで無能な人を見てるとやっぱり、まあそこら辺優秀な人がね、すごく際立って見えるっていうのが、このやり方がね、まあめちゃくちゃと笑いたくなるようなことだと思うんですけど、実際にこんな風な人いてほしくねえなってか、そういう風な臨床医はちょっと会いたくねえなと思えるぐらい無能っぷりが半端なかったんですけど、いやでも逆にね、そこら辺の人らだからこそやっぱもう主人公の人、もう主人公の性格とかが来るんですけどね、まあ論破してしまうその言い回しとかももちろんめちゃくちゃ面白いなと思いましたし、病理医の職業自体がやっぱりどんな診断なのかっていうのを 100% の答えを出さないといけないっていうのはね、その 100% の答えを導き出すためのいろんな確率をどんどん消していくっていう風な、まあこの過酷なね、職業っていう風なところもね、すごく感じる部分もあったんですけど、まあやっぱその重要性っていうのもね、今まで全然知らなかった職業ってだけな分、まあそこら辺もね、めちゃくちゃもう必要以上にっていうか、期待以上に伝わっていく部分はありましたかね。今後も症例とかもね、どんどんね、気になる部分は間違いないかなと思いますし、なんかね、無能な医者は当然いてほしくないとは思うんですけども、まあなんか漫画の中で面白さを際立たせるためにこういうね、やり方なのは、やり方をするのは、まあ、必要かなっていうのは、ある意味そこら辺が一番の意外性で面白くて、で、そういったところのキャラクターの引き立て役としても重要なところを描いてるんじゃないかなっていうかね、この意外性は正直ね、必要だったかなっていうふうに思いましたね。今回は特に90点以上多いですかね。まあでも本当、90点多すぎるのはどうかなっていうふうな、なんか変な考えもあるんですけど、やっぱ率直に90点を上げたくなるなって作品だったと思うんですよね。まあ元々好きな作品とかもあったんですけど、でもそういったところもの、全然関係ないと思う、瞬間の範囲だけないだけで、決めてるところではあるんですよね。性格評価つけてるっていうところなんで、まあやっぱりね、そこら辺もね、まあ新刊もまだまだ面白さはね、持続されてるなと思うところもありましたし、まあ、フラジャイルとかオーバーロードみたいにね、新たに読んだやつでもこんなに面白いかと思えるぐらいの衝撃度とかもあるんでね、もちろん今月の下半期もやろうかなと思いますし、まあでもね、ちょっと点数が高いってことはそんだけ面白いんだなっていう風な感覚でね、皆さんも多分もしかしたら、気になって読むかもしれないんでね、そこら辺でもね、もちろん僕はね、読んでいただきたいかなっていう思いとかもあるから、点数高くしているところもあるんですけどもね、そこら辺なども一応いろいろちょっとね、見ていただきたいかなと思いますし、まあ僕もね、まあ今後ちょっと本音でしか喋れないんでね、点数が低いやつは今後に期待、点数が高いやつはもっとこの嘘を持続しろみたいな感覚でね、また今後のね漫画買う上でもちょっとね、点数配分からね、またまだいろんな漫画のね、面白さをねちょっとね伝えていければなというふうに思います。
本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。